匠の村オープンから25年、こんなギャラリーの生かし方があったのかと驚かされ話です。ギャラリーと対話しながら、そして川上村の風景と対話しながら、まさに今ここでしか体験できない空間を石田様に作り上げていただきました。本当にこの川上村のですね、この風景、それから感覚というんですかね、この石田信子さんも気に入っていただきまして、2年前から計画しておりまして、それが本日、このようにですね、10日間の準備もしていただいて、開催できること、本当にサポートさせていただいた村田グループとしても、大変ありがたいことなんじゃないかなと思うわけでございます。水泉っていうのはですね、水がさらさら流れていきますというんですけれども、これ別にこういういい天気 で水害もなく水がさらさら流れていくことは願わしいことですけども、流れていってもらっては困る時もあるわけです。我々の都合に関係なくただただ、さらさら流れていくというのは、非常なことです。そういう非常なことに対して、不満を持たず、そういう自分を、この自然と同化している状態、っていうのが、この水泉泉であります。大変素晴らしいところで、この展覧会ができまして、夫としましても非常に光栄に思っております。どうもありがとうございます。暦をなぜしてるのかと申しますと、お供えの奉公集がお供えを持ってこられた方の届かぬ思いを感じたことと、自分が子供の時にただまだママに願い事を書いた、なるはずもない願い事をいっぱい書いた、どこかに届けたいというその思いが、この小寄りの先のひらひらのところに託されているような気がして、それで今は真っ白なんですけど、最初は放送紙で、お菓子の放送紙をしてましたから、私の手を通してその放送紙が小寄りになり形になると、このお菓子を包んで持ってこられた方が再びこの作品を通してご自分の思いをと通信するというか、共鳴するというか、それはすごい面白いことだなと思いました。時間がない、場所がないで、しかし小さな時間はいっぱいあるということが分かったんですね。それで単純な作業の繰り返しであれば制作できるなと思ったので、ただは使わない、もう何も考えないで手だけ動かしてると、小寄りができている、できて場所を与えられた時に改めて考える。でそれって昔の日本人の生活、押し入れからお布団を出して朝起きから片付けて、そこからまたちゃんだよ出して、そしてまたその者の間に付けて座敷を広く使うと、なんかそれ、そういう日本人の元の生活にすごく適してるというか、似通ってる部分があって、これを続ければなんか意味はないんですけど、これを続ければなんとなく日本人らしい人間臭いさ、味わいが伝わるんではないかと思って作り続けておりました。で、これ今日というか今回展示しまして、終わりましたら解体します。全部お持ち上げぐらいのシート状に解体しまして、それを箱に詰めてコンパクトにして戻ります。で、戻りましたら今度アイロンをかけてしまっておきます。また展覧会が来たらまたアイロンをかけて、きれいに化粧というかピンピンとさせて、違うものを、その空間とその時自分が考えていること、
そういうことと文献を探って文化を構成しています。そうですね、もうあの石垣友先生、ポーランドとか、それからベルギーとかですね、アメリカでも受賞された現代の作家でございます。こういったような世界的なあのアートにですね、村民の皆さんは当たり前でございますが、まあ、ぜひ県内外の人たちにですね、この素晴らしい石垣友先生の絵の世界を味わっていただきたいな、まあ、こんなふうに思います。皆さん来てください。お待ち申し上げてます。作品